きます。行きます。2名だったらカウンター席でよければ。いいですか。これ狭いね。シチューさんくらいかな。美味しいもん。大量が多い。やっぱり量が多い。ボリューム重視ですね。うん、もうお腹いっぱいになって帰ってもらいたいんで。全てお客さんの笑顔のためです。だから手作りにこだわることによってなんかその温かみがあるというか、食で元気になってもらいたいというのが一番ありますね。みんな家族です。みんな家族。嫁と妹とおふくろです。妹さんは、はい、妹さん、はい、嫁です。あ、はい。そしてお姉さん。お姉さん、お姉さんです。よろしくお願いします。大将のお母さん。はい、そうです。すごい大きい息子さんも生まれてます。こんな大きくなかった。妹さんに似てるな、感じ。え、似てます。それは悪口だ。でも似てきたんだろうね。やだわ。助けてもらってます。山芋は何されますか。これは今日は唐揚げにします。山芋の唐揚げです。ああ、 今シーズンで、はい、毎年長野から送ってもらって産直です。いい仕事ね、長芋だから。そうです、はい、お取り寄せランチです。この長芋が美味しくてね。長芋の唐揚げってなかなか皆さんあんまり知識ないと思うけど、長野の方行くと結構居酒屋とかにも置いてあって、居酒屋メニューのランチですね。私がつけてるんですけど。あ、そうですか。あの家で作って、はい、はい、ご飯が進みますね。
小麦粉。私。みかー、いる。ね。年功序列で習える。めちゃめちゃいいところ。美人三姉妹の。三姉妹やってやっちゃん、どうするか。なんかやっぱり出さなきゃね。出さなきゃ、漬物を。お漬物を。持って帰ってもらおうかしら。これ、今日1つ1件のかな、確認できることは3つ。うちはこんな感じだよね、うん、数が多いんで、うん、魚フライとか、うん、全部前の日に大将がさばいたやつを衣つけたりとか、うん、最初からこうやって家族と一緒にそうですね、ランチ始めてから、うん、でも怖いですよ、はい、一番立場弱いですからどこでもそうじゃないですか、うん、じゃあ私が入れさせていただきますあーごめん、うん、ちょっとパン粉を入れようかなと、うん、足りなくなると足りるからね、このピッと、うん、もも肉です。もも肉です。はい。3年前、4年前に比べたら倍ですもんね。もも肉も。で、それでも。ももですね。はい。ももが美味しいですもんね。お客さんもね、サラリーマンとか多いんでね。いっぱいボリュームを出してあげて。ボリューム重視ですね、うん、もうお腹いっぱいになって帰ってもらいたいんでみんな動きたくなくなったって言いますすべてお客さんの笑顔のためです、うんうん、もうちょっと見えてきたよ、終わりが見えてきた、本当間違いないぬるぬると移動しなんかいいのかどうかわからんなでも表向きはうまくいってるそうそう一番大事はあれですよ表向きだけいいそんなことないよね、仲良い仲良いよ仲良いで巻いてる、うん、はい、終了です、揚げまくりますうん、了解です、ヘルメットかぶってますよ、ね、あだ名がヘルメットなんですあだ名がヘルメット、はい、そうなんですいつもピチッとしてるピチッとしてるヘルメットみたい言わなあだだるまですだるまだよ、ね、だるまだヘルメットだるま何する、最高の嫁おお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 これ大食感だね。
たすら後を上げて。でもやっぱ揚げ物人気ですよ。やっぱご家庭であんま揚げ物しないですよね。みたいな感じ。もうちょっと筋トレも意識してね。そうですね、やっぱり店の前だけはすっきりしますので。息子とまさか娘とお嫁さんと働けるなんてちょっと考えてなかったので、今はちょっと幸せですね。楽しいですね、気兼ねする人もいないし、みんな仲がいいので、残された人生これで楽しめます。とろみが出るかね、特にこれ甘いもの、でも意外とサクサクしてる。今後中がでも先週これ店の名前です、はい、どういう由来なんですか。これは、川上健信さんと、はい、スヌーピーを描いてる大谷先生のコラボレーションで名前つけていただいて、川上さんの好きな桃と大谷先生の代名詞の筆で丸って書くのコラボで桃丸っていう名前いただいてやってますね。健信さんもあの、スヌーピー書いていいよって大谷先生に認められてるぐらい、あの絵も上手で、字も上手なんで、コラボレーション作品とか認可をしてもらって、だから世界に1個しかない貴重な看板として飾ったっていうのがスタートですね。宝物ですね、やっぱり一番。山内の妹ですがって山内の妹自分のことじゃないか。滑作ですからね、これ滑作です。
はい、どうぞ。日替わりですか？日替わりでお願いします。すいません、お待たせしました。日替わりです。はい、鶏肥も。そうですね。もし、あの、1名さん見えたら、こちら、うん、空いてるって伝えてあげる。あとに並ばれたのが3名さん、あとに並ばれたのは、仕事の方、はい、行きます。2名だったらカウンター席でよければ、いいですか？これが、食べかけのうちより。週2くらい、週2くらい、週2くらいは量が多い。やっぱり量が多い。まだ少ない方が同じのがあんまり全然食べたことないんだけどさ。日替わりが本当に日替わりじゃないですか。だから飽きない。日替わり生姜焼きです。はい、焼きそばのソースでます。はい、ここにです。で、これが手前ですね。これ手前ね。今もう丸々4章出て、で、6章目いきます。めっちゃ走るの。唐揚げ3つ。いつもこんなんです。いつもこんな。ありがとうございます。スタッフ。褒め言葉と思って。はい。はい、お待たせいたしました。じゃあすいません、ごめん、ご飯お願いします。パンメン様、ちょっと待ってくださいね。コンマリのおかわり無料なの？
あの2杯目までは無料ですね。3杯目からは50円いただきます。たった50円50円です。はい。味噌汁は、味噌汁はあの飲み放題おかわり大丈夫です。うん、そうですね、皆さん食べてくださいます。3名様お待ちです。はい、これダブルが入ったんですけど、今シングルずつしか出してないので、ここに乗っけた方が早いですね。ありがとうございます。なんて思いになった早い変わりみたいな感じです。変え玉みたいな音がいい。2階の障害切れるよ。はい、11番ソースすごいですね。初めてです。量を全然知らなかった。そうですね、ありがたいですけど、想像を超えて。スタートしたときは、あ、このランチやってていいのかなって、締めようかなと思って、1年間で頑張ってみようと思ったら、ファンのお客様がついてくれて、続けられてるっていう感じですかね。ここまでは多くなかったですけどね。なんかやっていくうちに残していく人が少ないんで、なんか勝負してる感じになっちゃって、はい、やっぱりお昼はお腹いっぱい食べてもらいたいという気持ちがすごく強かったんで、なんかだんだん量が増えてきた気がします。でも飲食って不思議じゃないですか。お金をいただいて料理出してるのに、美味しかった、ありがとう、ごちそうさまとかお礼言われるんですよ。お礼言うのはこっちの方なの。なんかそれがすごいなと思って、だからありがとうってもっとまた来るねって言ってもらえるような、ね、料理とか接客をっていうのを一番心がけてます。肩ロースです。ちょっと厚めにしましたね。食感が残るように。
お預かりします。ありがとうございます。食べきれちゃうんですか。美味しいですよ。美味しいので。ありがとうございます。いらっしゃいませ。しっかり投げ込んできました。10ゲーム。合わせてね。そんな長ない。うん、最近だよ。最近。あ、1年ぐらい経つんですか。ありがとうございます。週どのぐらい。週そんな来んよ。週3くらいかな。週3相当です。半分ぐらい。美味しいもん。美味しい。うん。はい。一列に順番、この順番だね。なんか決まってる、決まってるね。いつもこの順番。大将何食べてるんですか。たこ焼きです。どうですか。もらったたこ焼きです。自分で作ったんじゃないの。どうですか、こうやって家族でね、みんなで仕事できるっていうのは。いや、ありがたい話ですよね。うん、本当に感慨深いものありますけど。こき使ってって思われるかもしれないですね。でもありがたいね。だから手作りにこだわることによって、なんかそのあったかみがあるというか、また来たいなっていうなるのかなっていうのはありますね。正直でもランチってなかなかこれ儲からないじゃないですか。全く儲からないですよ。儲からないです。それでもこうやって提供し続けるっていうのは、なんかどんな思いがありますか。やっぱり人と話すのが好きですし、その食で元気になってもらいたいっていうのが一番ありますね。なんか食べてる時って自然と美味しいもの食べれば笑顔になるし、そこでみんなと、ね、話しながら、こういうのが食べたいよ、ああいうのが食べたいよって言ってもらえれば、またランチのメニューにしたり、いろいろ楽しみの方が多いかな。でまた夜に来てもらってっていうのもあるので、もう本当にもうお客様だけのことを考えてやってるだけです。本当にもうその場で飲食って分かるじゃないですか。ありがとう、美味しかった、また来るねっていう、その言葉が一番の励みです。だからだね。うん、出張中かな。
こういう時に限ってね。そう、ちゃんとまともなこと言ってくれたかな。